ヒロヒロ探偵団。ありがとうございました。預金額が上がっていくと恐怖心が増すな。私はヒロミ、お恥ずかしながら貯金をせずに30歳近くまで生きてきた。突然不安を覚えてせっせと貯金を始めたわけだけど、預貯金が増えてくると、もし銀行が破綻するとどうなるんだろうという不安が襲ってくる。ここまで貯金できたの初めてだしな。銀行が破綻するなんて今まで生きてきて経験したこともないし、ニュースで見た記憶もないだけにちょっと怖いかも。おそらく破綻したからといって預けていたお金が全て取られてしまうということはないのだとは思う。だけど何が起きるか知らないというのはなんだかまずい気がしてきた。タンス貯金もリスクが大きいしな。お姉さん、ごめんなさい。あ、車？大丈夫ですか？お怪我は？いえ、大丈夫です。ごめんなさい。何か考え事でも？もしよろしければ調査しますよ。調査ですか？何でもいいんですか？はい、何でも大丈夫です。もし銀行が破綻したらどうなるんだろうって考えてて。なるほど、それはとても気になりますね。では調査してまいりますね。そのまま数分お待ちください。え、それはどういう、まぶしい。戸惑っていると、その女の子は白い光に包まれ消えた。さて、早速想像しいことになっていますね。どうやらすでに銀行が破綻寸前らしい。まず最初に起きたのは取り付け騒ぎのようだ。ちょっと割り込んでこないでよ、私が先よ。どうせ大した金額預金してないんでしょ。私はかなり預金してるの。貧乏には突っ込んでなさいよ。破綻することを聞きつけた人たちは焦って預金払い戻しをしに来るのだ。申し訳ございません、今しばらくお待ちください。こうしている間に取り返しがつかなくなったらどうするつもりなんだよ。申し訳ございません。窓口も大変なことになっていますね。預金は元本1000万円と利息まで保護されているはずなのですが、しかしこの騒動の中にいる人は預金払い戻しに来た人だけではなさそうだった。頼むよ、返済しろって言われても倒産するかもしれないんだぞ。うちは小さい店で一気に返済を迫られてもどうにもできないんです。なるほど、銀行が倒産すると借りていた人は返済を迫られるのですね。銀行が倒産するとまず銀行からお金を借りていた人は真っ先に返済を求められる。新型コロナによる不況などで一時的に赤字になっている場合は取引をしている銀行は返済を待ってくれる可能性があるが、その銀行が倒産ということになると赤字であっても返済を迫られるようだ。そしてこの銀行の破綻は他の銀行にも大きく影響を及ぼし始めた。お願いします、こと氷なく返します。それだけの売り上げはあります。だから助けてください。おっしゃりたいことはわかりますが、こちらも審査が必要になりますので、お申し込みは受けたまわりますが、すぐに返済しないとならないんです。お願いします。お客様のご意見は真摯に。こちらも修羅場ですね。返済を迫られた人たちは同じ地域の別銀行に殺到し資金繰りをしようとする。しかし他の銀行にとっては新規の顧客になるため、通常通り返済能力などを事細かに調べる必要がある。そのため一気に新規申し込みが増えれば審査に時間がかかる。その間に倒産してしまうケースが多発した。そしてさらに最悪なのが、そんな、どうして貸してくれないんですか？本当にちゃんと審査したんですか？はい、詳しくは申し上げられませんが。なるほど、貸ししぶりですね。新規の申し込みをしてもほとんど通らない可能性が出てきた。というのも銀行相互の資金貸借が止まってしまうからだ。一つの銀行の破綻によって銀行側も他の銀行に資金を貸したら倒産するかもしれない。そうなると大損だから資金を貸すのはやめておこうと思うようになる。そして他の銀行も同じように考えているだろうから、資金が必要になった時に借りれないかもしれない。なら金庫にお金を貯めておかなければと守りに入ってしまい、貸ししぶりが起きるのだ。そうなると破綻した銀行からお金を借りていた経営者は一気に返済できず路頭に迷う結果になるのだ。銀行が破綻すると地獄です。その経営者たちがどうなるのかまで考えたけれど、誰が考えても悲惨なことになるのであまり考えないことにした。最終的に電車の運行状況に大きく影響が出そうですね。1000万円プラス利息分がペイオフされるとはいえ、本当にされるかまでは不安ですが、やはりいくつかの銀行に分けて預金する必要がありそうですね。さてそろそろ報告に参りましょう。うわ、どこに消えてどこから来たんですか？異世界です。異世界？早速調査して参りました。こちらの映像をご覧ください。これが異世界？はい、銀行が破綻した世界に行ってまいりました。大変なことになっていました。お金を借りていた方たちがかわいそうです。でも1000万円と利息分は保全されるんだ。知らなかった。ですが
後の銀行が破綻しても確実にペイオフされるというわけではなさそうです。そうなんですか？はい、ペイオフされる保証はありません。なので銀行の破綻に備えるには3つ程度の銀行で貯金をする必要がありそうです。それから無利息の個人預金口座を開設したり、いろいろ方法があるんですね。あと無利息の預金については1000万円以上も保全されるようになっているので、事業者の方であれば当座預金は無利息なので、当座預金を作って預けるという方法がいいのではないでしょうか。リスクを最小限に抑える必要があるのか。なるほど、私も他の口座に分けて貯金することにするね。ありがとう探偵さん。いいえ、お力になれて何よりです。銀行がある以上破綻するリスクはあります。金融危機もいつ訪れるか分かりませんので、もしもに備える必要がありそうですね。その日が来ないのが一番ですけどね。さて、今晩も美味しいスタカレーを食べましょう。まずは破綻してからではなく、銀行や社会のお金の状況を普段から観察しておくといいかもしれませんね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミラミラ探偵団。